い、どうもベーアンです。運転中の独り言ということでいろいろ喋っていきたいと思いますけども、本日の動画の撮影日がですね、6月4日、時刻が11時27分となっております。本日はですね、岸和田カンカンベイサイドモールの、片付けが終わりまして、10時ぐらいから片付けを始めましてね、30分ぐらいで終わりました。で、ちょっと早く終わりすぎたということもあってですね、この堺というか、このなんていうんですかね、千本、なんていうんですかね、この地域の辺、この辺のちょっとリサイクルショップ巡りをしようかと思いまして、岸和田近辺でまず2軒ぐらいちょっと回った後となります。で、まあ本当ね、あの直線レールをちょっと大量に集めなきゃいけなくてですね、それがほぼメインでして、まあ、いかに安くね、それを集めれるかというのをこの1ヶ月ちょっと頑張らなきゃいけなくてですね、今回このこっちに来た以上ちょっと帰り道はね、のんびりとこうやってリサイクルショップ巡りしていこうかなとは思うんですけども、まあ、でこれからですね、どこのだったかな、ちょっと先の、ホビーオフ、ここから約22分ぐらい11キロ先のホビーオフに向かう道中になります。国道26号線を走っておりますね。結構ごちゃごちゃしてるというか、あんまり好きな雰囲気の道路じゃないので超緊張感なんですけど、本当、うん、結構運転が荒い感じがしますね。はい、なんていうんですかね、優先順位っていうのがほぼないような感じのね、本当無法状態じゃねっていうくらいの運転を何回か見ましたけども、なので本当ね、常識的な運転しててもなんかやられるかなっていう恐怖感がありますけども、本当なんだろう、危険予知というか予測、相手の行動をなんとなく予測しながらの行動しなきゃ、運転しなきゃやられるなって感じがするので、ちょっと本当気をつけたいと思います。入りましたね。いや、緊張感のある運転ですね。4.1 キロ先を右ってなってるので、まだまだ先ですね。なんかこの辺ホテル街ですね。国道沿いの街中にあるんですね。意外と田舎だとね、あの山とかにあったりするんですけど、この辺は街中なんですね。直線レールってね、意外とリサイクルショップで見つからないんですよ。カーブはめちゃくちゃあるんですけどね。でもってね、カーブよりちょっと高いんですよね、直線の方がやっぱり。本当ね、1セットに直線って1本しか入ってなかったりとかするんですよ。2本とかね。でカーブはどうしてもね、1本で45度なので4本、8本は最低入ってるんですよね。で直線はもう最低で1本で多くて2本とか、それぐらいしか入ってないんで、ちょっと直線の方がね、希少価値というか、その価値が若干高いんですよね、それでね。で中古市場でも直線ってなかなか見つからないと。でリサイクルショップでも、ね、4本で270円とかね、それぐらいするんですよ。もう270円だったら新品買った方がいいんでね。淀橋で青色の直線レールが4本で300円で、ポイントがついて270円、30ポイントつくんでね、で270円でしょ。でエコレールだとなぜか4本270円なんですよね。なの でさらにそこからポイントが27ポイントつくので250円ぐらいだとしてきると、ってなってくるとね、本当新品買った方が安くなってくるんで、そういう時はね、新品は買いますね。あら、なんかなんとなくですけど見覚えのある道のような気がするんですね。これずっとまっすぐ行くとあれなんですかね、大鳥のところに出るんですかね。なんかちょっと見覚えのある道な感じがしますけど、多分そうですよね。これこの道ずっとまっすぐ行ったら大鳥ですよ ね。ゴールデンウィーク来ましたもんね。いや、ね、岸和田カンカンベイサイドモールのレイアウトの片付けがね、本当昨日で結構進んでまして、で昨日終わったのが7時過ぎだったかな。でその
段階でもうちょっと残るなと思い、一泊して、今朝、片付け行ったら、なんと30分ぐらいで、積み込みも含めて30分ぐらいで終わっちゃったんで、なんか止まらなくてもよかったんじゃねっていうふうに思いましたね、ほんと。あの日、速攻割って帰ればよかったのにゃっていうのは、実感しました。多分8時ぐらいに出ても12時ぐらいに帰れるはずだったので、これはちょっとね、見込み違いでしたね。余計な宿泊費を使ってしまったというね、LINE が鳴りました。何でしょう。ナビの音は出ないんだけど、LINE の音は鳴るというね。ちょっと見れません。運転中なので。すごいよね。9キロを19分かかるんですもんね。鳥取では9キロ9分ですよ、多分。
違うな、仙堺って仙北道、仙北北道だから、ね、北が2つないといけないですよね。高砂ってどこでも新たな地名としてね、加古川の方にも高砂ってありますよね、確かに。でね、プラレールカフェのね、プラタクも高砂でしたね、京成高砂って言いますね。矢印信号で行けるんでしょうか、そこが不安です。さあ赤になりました。でこれで矢印信号は右側に出ると思いますけども、どうでしょう、行けるんでしょうか。言いませんでしたけど、出だしが遅かったですね。とりあえずここの車までは行かせてくれよ。後ろのトラックさんもね、なんとか行かせてほしいんですけど。で鳥取のね、この矢印信号って短いんですよね、すごく。ああ、後ろのトラックさん行けれなかったんだ。すげえ内側入ってきやがった。もうこういうのが怖いんですよ、めちゃくちゃ。外側行けよって、本当めっちゃ怖い、こういうのが。あれはなんとなく行ったことあるような気がするな。有料道路使っていくんだ。まあ仕方ないでしょ。これで何もなかったらこの野郎ですけどね。本当。
もうちょっとです。あと 1.5キロ、5分ぐらいで到着する予定ですね。やっぱりかかるんですね、10キロ程度20分。なにわナンバー泉とかね、ちょっとピリッてしますよね、なにわナンバーとかって。そうしよう、ここでダメならもう神戸に行きます。で5時ぐらいにはね、鳥取に帰りたいなと思いますけどもね。で保育園にね、娘を迎えに行けたらなと思うんですけど、あのね、保育園に迎え行くとね、父ちゃん見つけるなりバーって手を広げてね、駆け寄ってくれるんですよ。もうそれがねたまらなく可愛くてですね、それ見たさで、それを体験したさで本当迎え来ますからね、うん、あんなんされたらね一日の疲れ吹っ飛ぶっちゅうねんって思ってね。なので今日は神戸の、リサイクルショップ2カ所回って、それで鳥取に帰ると。なんとか5時ぐらいまでに帰れば保育園を迎えできるのでちょっと楽しみです。で1日ね、昨日1日ちょっとね部屋の見込み違いで家を留守にしてしまったので、奥さんにだいぶね、ちょっと体調の悪い奥さんもちょっとだいぶ負担かけてしまったんでね、今夜はちょっと米安罪滅ぼしで米安がご飯作ったりとか、ちょっとねお風呂のことしたりとか家のことをちょっといろいろしようかなと思います。本当洗濯とかもね含めて、感謝感謝ですよ本当。家をそうやってね守っていただけるおかげで、こうやって米安ちょっといろいろ仕事というか、まあこういうことに専念できるというのはね、本当そういうのをなんか日々感謝してますね今。もともとシングルだったんでね、それが奇跡的にこういうふうにね、また再婚できまして、幸せな家庭を維持するためにはやっぱり必要な努力かなと思うのでね、そういうのは自分さえ楽にすればいいとかねっていう考え方を持ってしまうと、やっぱりバランスが崩れたりとかね、お互いの思いが気持ちが悪くなってくるのでね、やっぱりそこは持ちつ持たれつ感謝感謝、日々謙虚に向き合っていきたいと思います。道が攻め、おお、おばあちゃんすげえな、ノールックノンストップで横切りましたよ。あんなもんねえ最強じゃないですか、すげえな、手あげればいいって思うんじゃけど、前の車ねよく奇跡的に事故らずに済みましたよね。てか前の車も微妙でしたね、信号赤の状態でちょっとずつ進んでましたね。
私急ブレーク踏んじゃいました。後ろからプラレールがドボンと落ちてきましたね。いやびっくり。よいしょ、着いた。ここですね。いやプラレールが、後ろに積んでたプラレールがドーンと落ちてきましたね。これがあるんで怖いですね。いやちょっと急ブレーク踏みすぎました。まさかそこであんな感じで止まるとは思いませんでした。さあ到着しました。油断ちょっとしましたけども、はい、オフハウスの方に到着しましたので、これから、お魚を探しに行きたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。